です。焼肉のお肉が余っちゃったので、それを使って牛肉チャーハンを作ります。切り落としのお肉でも何でも美味しく作れると思います。ポイントは肉の下味です。じゃあ今日もよろしくお願いします。フライドガーリックでパンチを効かした牛肉チャーハン完成です。いただきます。
かった。